日本男子初の世界ユース選手権優勝などアマ13冠で WBC 世界フェザー級8位の堤隼人24イコール姿勢が世界ランカー対決の前日計量で体重超過した写真ラウンドガールとポーズを決める堤隼人17日東京後楽園ホールで WBA 世界同級9位の元 WBA 世界バンタム級スーパー王者アンセルモモレの、 38イコールパナマとのフェザー級10回戦を控え、16日に東京、文京区の日本ボクシングコミッションで前日計量。リミット、57、1キロ、よりもアンダーとなる56、8キロでパスしたモレノに対し、堤は1、6キロオーバーの58、7キロで1回目の計量をクリアできなかった。2時間の猶予が与えられ、再計量に向けて再び減量に入った。 モレノは通算戦績43勝、15KO、6敗1分けと計50戦を経験し、WBA 世界バンタム級王者時代に12回防衛に成功し、同級スーパー王者としても活躍した。15年9月、16年9月と WBC 世界同級王者山中晋介と2度対戦している日本でも馴染みのある元世界王者となる。定は昨年大晦日にルイスモンシオンベンチャーラ、 ドミニカ共和国との世界ランカー対決を3回 TKO で勝利して以来、約4ヶ月ぶりのリング。前回はプロ初の KO 勝利を収め、今回は元世界王者との対決に向け調整していた。藤中英治。